ね。黙れ。いい気になって。このバカ鳥め。出ていかんと、虫って朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシはドンと床を踏みました。すると、カッコーはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶっつけてバタッと下へ落ちました。なんだ、ガラスへ、バカだなぁ。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコーがバッとぶっつかって下へ落ちました。見ると、くちばしの付け根から少し血が出ています。